皆さんこんにちは、シロです。よろしくお願いいたします。ということで、先日ね、1月2日に、ロバ、レイゼスの2つ目のね攻略クエストが、登場しまして、そこでしっかり政宗も活躍しました。はい。で、政宗の評価っていうのがかなりそのレイゼスを超えて落ち着いてきたかなと思ってきまして、で、自分自身でも結構な数使うことができましたので、そろそろ政宗の評価をしていこうかなと思います。まあ新春で、お金の使い方、あのオーブの使い方、結構悩んでる人もいると思いますし、やっぱ1月の後半にねコラボが来る可能性もあるってことを考えると、まあどうなのかなっていうところがあると思うんですよね。で、使った感じと、ワクワクの実、あとは結局引くか引かないかってところの結論を今回この動画でねお話ししていければなと思います。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ構成としては、まあ、まず政宗両形態、どういうところが強いのかだったり、仕様はどういう風になってるのかみたいなところをお話しして、まあ、強い点ってのを細かく深掘っていきます。その後にワクワクの実、結構紹介してほしいってことが多かったので、コメントだよね。はい。その辺をお話ししまして、で最後に、このタイミングの鳥獣、どれぐらい引く優先度が高いのか、政宗ってキャラはどれぐらい強いのかみたいなのを話していければなと思います。はい。では1回目からいきましょうか。反射政宗、使命政宗の方ですね。はい。超バランスの方でございます。はい。こちらお話ししていきましょう。倍率の話をするとですね、まあ、自強化、バブリーエッセンス1段階目で 1.5 倍の2段階目で 2.0 倍になっていますと。で、防御ダウン弾が、当たった敵の被ダメージが 1.2 倍になります。なので、実質、そこから火力 1.2 倍にすることができるよっていうところですね。 20% アップの部分ですね。で、ファーストキラー M は当然2倍で、攻撃力チャージは、3体目に触れた、味方の攻撃力、友情コンボの威力を 1.5 倍にしますと。で、そのチャージされた味方が1回動いたらその効果が消えます。はい。なので、その後4番目に動くやつにつけたら、その4番目が来るまでずっと友情上がってますし、次に動くってやつにつけたら、そいつに当たった時だけだよね。まあその次そいつが動いたって時に消えちゃうんで、まあ、遠いターンのやつにつけた方が、まあ、友情自体は長く 1.5 倍で使えるし、近くのやつにつけたならすぐ近くで動くから、すぐ次攻撃力高い状態で攻撃できたりするよねみたいなところですね。特にロバーで一番大事なアビリティだったじゃないかなと個人的には思ってるぐらいの、強いアビリティですね。はい。ロバー戦ではね、もう本当多分一番大事だったと思う。政宗が強いって言われたゆえん、俺多分全部攻撃力チャージだと思ってるぐらい、ロバーではチャージが大事だったと思いますね。はい。で、次。まあ、アビリティですね。アビリティのアンチ能力、まあ、アンチアビリティの能力でいうと、ダメを地雷、ブロック、転送。まあ、このあたりのね、アビリティを並べて、非属性っていうと、どうしてもミカエルとかマイキーが出てくると思うんですけれども、いや、もう話にならないぐらいこっちの方が強いと思います。うん、あの持ってるものの量が違いますし、もうショットスキル、アシストスキルっていうのがある以上、これ非属性で今一番火力は高いキャラだとは思ってますね。めちゃくちゃ強いと思います。あの他のクエストですごいいろいろ使ったっていうのもあったり、今キャラスペックの話ですね。使う使わないをまず度外視した話をして、キャラスペックの話だけをするんであれば、もう圧倒的です。圧倒的、もう無理だと思う。今年こいつを超えるやつは多分出ないんじゃないかな。うん、非属性の殴りって面だよ。非属性で強いキャラこいつ以上出ないじゃなくて、非属性の殴り面では、まあ1体出ても出るか出ないかとか、そういうレベルだと思いますよ。うん。だからね、こいつに追いついたらおかしい。じゃあこいつの火力を上げる要素を順番に言っていきますね。まず超バランス。線形ですね。で、上げれる。で、超アンチダメージオール 1.3 倍。超マインスイーパー L 2.5 倍。ファーストキラー M 2倍。攻撃力チャージ。これ自分じゃないやつにもかけれる。自分にも当然かけれますよね。あ、2体いたらの話ですけれども。これが 1.5 倍。うん。で、ショットスキル。触れた。まあ、最初に触れた時の弱点ロスをする。もうこれだけで、他のやつがついてこれないレベルだと思ってください。もうね、段違いですね。段違い。もうこの弱点を3個出すとか、まあ実質それ3倍みたいなもんですからね。いや3倍どころじゃないか。弱点を出すんで、いやこれちょっとやっぱ強すぎますね。この弱点ロスってのは、だって今までさ、モンスト界でいう必殺技であるストライクショットで何ターン後かに溜まって、クエスト内で1回か2回使える必殺技だよみたいな効果だったものが、毎ショット使えるわけですから、いやそりゃもうこれだけで追いつけないですよ。で、そこにさらに防御ダウン弾っていう友情コンボを当てれば、そこから 1.2 倍に入れられて、今回 SS の2段階目が 2.0 倍。で、今の性能たちすべて、2段階目 SS を打ったら、バブリー状態続くのが9ターン続く状態で、今のフルスペックたちが活かされます。
これはもう無理だろ。いや無理無理、これは無理っすよ。ちょっとやそっとのポーンキラー持ってきた、キラー L を連撃キラー L とかカウンターキラー L、 属性キラー M とかでも超えられないレベルが俺はあると思ってます。もちろんレベルが違う、まあ、さすが新春キャラだなってぐらい火力面とかではもう圧倒的だと思いますね。使ってて楽しいし、もうなんか久しぶりっすねこの感覚。もうなんかヤクモの時に似てるかな、あの使ってる時のなんかうわやっばみたいな、火力どうなってんのみたいな、こいつだけぶっ飛んでないってなるっすね。ただ、すごい大事なのがこのアビリティ一つ一つの効果だったり能力の部分を、あと倍率の部分だったりをちゃんと分かっていて使わないと、難しいシーンがあるってところが結構ありますね。攻撃力チャージっていうのもやっぱ手前から意識しといて、チャージされた味方のターンが来た時にその恩恵を感じるっていうアビリティだったりするから、しっかり使い方が分かってないとちょっと難しいってアビリティがあったりするですね。だから好みなのかもしれない、そういうのを考えながらやるの僕すっごい好きなんで、めちゃくちゃ好みのキャラではありますね。はい、じゃあ適正クエストのお話をすると、正直ね適正クエストってのは現状で多くは俺ないと思ってますね。それこそポーンいけるところってのがさっき 例にも出しましたミカエル・マイキーとかでも十分に戦えるクエストばっかなんですよね。そこを楽にするところはあったとしても、こいつのおかげでぶっ壊れたみたいなところはそこまで多くないかなというところが問題点なのかな。ただ一個先日来ましたロバにおいては、他のクエストで、他のキャラもねちょこちょこ試したんですけれども、もう圧倒的にマサムネかな。遅延 SS が強いとか、あとはバウンドチャージが強いとか、あとは火力面はこいつもいけるとか、まあ、いろんな意見を、僕は見かけていろいろ使ってみはしましたけれども、圧倒的にマサムネです。もうマサムネを3にして1本違うやつ入れたら楽みたいなのって結構あったりするじゃないですか。ヤクモ3にこいつを入れとくみたいな、ヤクモ4よりはそっちがいいよみたいなあるんだけど、ロバーにおいてはもうマサムネ4、これもう一択だと思います。本当におかしい。もう11、2分かな、もうそれぐらいのスピードで回れるぐらいやっぱマサムネ強かったんで、いやこれはちょっとねロバーはしばらく一強だと思います。だからあの感じ、感覚で言うとハービセルの時にヤクモが強かったじゃないですか。はい、まあ俺もそういう感じのクエストになるかなと思ったんですけど、ほぼ一緒っすね。でヤクモの時にハービセルどうでした？しばらくヤクモだったでしょ。もうずっとヤクモが強くって、まあ後からいろいろ適正キャラってのは出てくるんだけど、いやいや絶対ヤクモでしょみたいな、運枠が出てきた、ああ運枠なしでヤクモでやった方が早いってなっちゃうし、ヤクモみたいにその適正のキャラが出てきたってなってもやっぱヤクモのスペックを超えられなくて、もうハービスの結局ヤクモみたいな。で今でもそうじゃん正直。なんで、まあ、しばらくっていうか、まあ、相当長い間このロバー霊絶は適正キャラってのは他にも出てくると思うんですけど、政宗さんにそいつが一本入るかなってことはあっても、政宗が外れるってことはまあほぼ間違いなくないと思います。あの感じ、攻撃力チャージがある限り、あとねあれ超転送、超転送と攻撃力チャージがある限り多分政宗が外れることはないと思う。これと同じように持ってきたら分かんないですけど、この火力補助の部分と、あとヒットポイント回復の超転送、あのレーザー食らった後の立ち回りとか、木の事故でヒットポイントバリア食らった時の立ち回りだったりとか、ここにやっぱ超転送欠かせないものになってきますので、この2つが揺るがない限りロバーはしばらく政宗になると思いますね。はい、なのでまあ確約されてるクエストが一つあるっていうところが、まあ、強い点ではあるね。ただそれ以外のクエストで言うと、まあ、正直これは弱点だと思ってますね。まあ、まだこのフルスペックを生かすクエストっていうのが出てきていないので、まあ正直どうなのかなってところと、そのフルスペックを生かすクエストっていうのが、まあ言ってしまえばロバーであるわけなので、この後の霊絶豪絶とかにハマってくるみたいな可能性は低かったりはしますよね。でこれヤクモの時もこれ言われてたんですよ。結局ハービセルでハマったから今後の高難易度って感じではなくて、簡単なところを壊してったりするかもね。違ったじゃん、コラボ超究極とか唐突にね、いろんなのが来た超絶爆絶とか、ギミックとかを無視しても圧倒的火力で押し切ったりしてるシーンすごい多かったと思うんですよね。なんでそれと同じようなことっていうのができる可能性はあるかなと。ただねこの政宗ってキャラがね、その当時のヤクモと同じようなことができて、まあ SS だけで吹っ飛ばしていくみたいな動きができたとするなら、ヤクモができると思うんですよね正直。こいつがそれをできるなら多分ヤクモもできるんですよそれ。だからそこがそうどうなのかなってところはありますね。だからそこで転送壁っていうのを持ってきてるのは相当偉いところだと思います。今後転送壁のクエストでヤクモ、ルシー、エクスカリバーってのが同じようなことできないところ、ルシーはちょっとあるからね、転送があるからできるかもしれないですけど、はい、そのできないところをこの政宗が担っていく可能性っていうのは十分あるかなと思ってますね。
はい、でこれだけでは終わらずですね、今はこいつ自身の火力の部分をお話ししましたが、これねサポートの方でも相当優秀になっちゃってるんですよね。これが本当に強い点で、今までのやつって自分だったんですよ。自分が最強で自分が全てを解決するみたいなキャラが最強のキャラの中では多かったんだけど、そのスペックをほとんど同じように政宗が持ってきていて、かつ、まあ、友情だよね、友情で防御ダウン弾があるので、味方の攻撃力の 1.2 倍の補助ができましたりできたりするし、あとは弱点露出が強すぎるまあこれショットスキルの弱点の質、これずるいっすよ本当に。だから寄り添ってんすよね今までのやつにね。だからルシの友情ワンパンみたいなやつもこいつで弱点の質ポーンしてから当たればさらに火力を伸ばせたりとか、だから他の強キャラ、今まで言われた最強キャラ最強友情キャラっていうのを潰しに行くんじゃなくて、そいつらを引き立ててくれるし、そいつらがいけないところをさらに自分が壊しますよみたいな立ち位置で生まれてきてるっていうのが、今回政宗本当にうまいなって思いましたね。めちゃくちゃやっぱ使っていろんなキャラと組み合わせて使っていけば使っていくほど、あ本当にいい隙間に入ってきたなみたいに感じることが多いですね。めちゃくちゃ面白いですね性能が。いやショットスキルこれ弱点ロスはねガチでやりすぎって思ったっすけど、やっぱ使っていけば使っていくとやっぱ面白いですし、なんだかんだまあギリギリだなってぐらいでとどまってる。ほんと強すぎるよこれ正直。弱点ロスは俺これ今でもやりすぎたと思ってますよ。弱点ロスこれはダメでしょ。まず一旦マーリンとかに謝ってほしいですもんね。いやこれはねいいと思います。本当に強いと個人的には思っております。ただ言っとくよ、弱点は本当にその強い楽しいってところを使うケースがちょっと少ない。これは早めになんとかしてほしいかなと思ってる年始だけにね。年始のキャラなんでやっぱり何かしらやってほしいなとは思ってますね。はい、じゃあ次、約束政宗貫通超砲撃型と思うの政宗のお話ですね。はい、まあまず触れるとしたらショットスキルでしょう。はい、ショットチューム敵になるっていうね、ショットスキルを、持っているのでですね、ダメージギミックに対応できるんで、実質対応ギミックみたいな部分がかなり広く取れると。もともと自分で重力、ワープ、ブロック、転送の4アンチアビリティを持っているんですけれども、ダメージギミックって言われるダメージウォールだったり地雷、この部分もショットチューム敵になるってところで無理やりダメージをなくして対応することができるっていうキャラになってますね。だからこれがすごい強いよね。特にダメージウォール、これに関しては SS を打たない限り、まあ、ずっとダメージウォールを無敵化し続けるものになりますので、ほんと強いですね。地雷に関してはあれですね、地雷踏んだ時っていうのが無敵状態になってるんで地雷のダメージを受けないんだけど、飛行だったら地雷を避ける、埋水だったら地雷を拾う、これと違って地雷を踏むんすよ。踏むけど無敵だから食らわないよ。なのでショット中のこいつは無敵だけど周りにいるやつっていうのは無敵になってないから、その爆風を受けたらそいつらは地雷を食らうんですよね。はい、なので地雷のクエストで地雷のダメージがかなり大きいようなところでは、正直このショット中無敵っていうのがあっても使いづらく感じちゃうシーンが多いと思いますね。はい、でこれどこまで無敵かってお話なんですよ。当然ニードルパネル、この辺りはダメージスモック、ダメージを受けるギミック系のものは全て無敵化で弾くことができるんですけど、個人的に驚いたのは、プレデビオルで使った時に、爆発とかを無敵化する、これかなり強かったっすね。倒しちゃいけないドクロがいて、でそいつドクロ倒すと全体爆発とかあるんだけど、ああいう爆発とか無敵化してくれるんでかなり火ダメの軽減につながったりとか。でもっと驚いたのがエリミネーターのマーカー。はい、エリミネーターって赤いのを拾って止まる、そしたら赤いマークがついてるやつ全員にドーンと落ちてくるわけじゃないですか。あれ防げます。あれってターンの最後に落ちてくるものなんですよね。それが落ちる無敵化が解除されるの順番なので、基本的に俺のイメージだと無敵化解除された後にギリギリドーン落ちてくるかなと思ってたんですけど、あれも無敵化できます。最強です。センサー系もそうだろうね。センサーちょっと試してないんですけど、なんかできるって噂は聞きました。なんで、まあ、その辺もいけると思いますし、でさらにやばいと思ったのがロックオン地雷。ロックオン地雷防ぐんですよ。やばくないですか。ロックオン地雷防ぐって俺結構やばいこと言ってるなと思ってて、ね、やばいっす、ロックオン地雷。ただロックオン地雷に関しては実用性はやばいとは思うんですけど、実用性実はないんですよね。どういうことかっていうと、政宗が動くで地雷、ロックオン地雷がついてる、あと一旦で起爆する、政宗が動く、止まる、ロックオン地雷爆発する、無敵まだあるんで治る、食らわないで無敵じゃなくなるの順なんで、その時ロックオン地雷防げるんですよ。
もうやばいって思うじゃないですか。でこれ実はやばくなくて、そいつがショット中に無敵になってるからロックオン地雷を食らわないわけで、地雷が爆発するよってターンと、その政宗のターンだよってターンが重ならないとロックオン地雷が爆発するときに無敵化になれないので、実はあんまり良くない。ただ何かしらそのロックオン地雷ってのがついてるって部分で自分のターンだよって時に、そういう仕様だよってのを覚えておくと無敵化が使えるよっていうことでね、役に立つシーンはあると思います、うん、でまあ行きましたよ。地雷のクエスト、ダメージボールのクエスト、まあ無敵だーって言っていっぱい行きましたよ、うん、でね、何がやばかったかって、もう一個やばい点がありました。これね、無敵化以上にバウンドヒールがやばい。バウンドヒールね、これやっぱね使ってるよ運営さん。本当にこの性能を見てまず使いたいってなるのは、やっぱ地雷のクエストとかダメージオールのクエストとかでも無理やりいけんのかってのをちょっと試したくなるじゃん、うん、で地雷のクエストとか、あ、想像以上に爆風とかで味方が食らっちゃうなみたいに思ったことあると思うんだよね。でそれがもうね、このバウンドヒールってのの解決力がすごい高くて、なんかその地雷をこう踏むじゃん、踏んだ時に曲がりに味方がいたら、これ爆発するじゃん。で爆発した爆風受けるじゃん。でこいつが食らって死んじゃったとするじゃん。でこのヒットポイントゼロになりましたってなった時に、この地雷踏んだ爆風に巻き込まれたってことは、近くにこの味方がいるんですよね。で政宗でやってる時に、政宗がこう地雷踏んだ、ショット中だから無敵、こいつ食らわないけど爆風でこいつが食らってヒットポイントゼロになった、で近くにいるから大体こいつ友情拾ってるんよ。友情ポーン拾ってこう置いて帰ってきたみたいになると、こいつが発動した友情、サブ友情の超強バウンドヒールね、超強バウンドヒールやっぱ強いね。うん、あの超強バウンドヒールめっちゃ強いわ。どういう仕様かっていうと、バウンドボムが3個出るんですよ、まあ、バウンドヒール、まあ、バウンドボムみたいなヒールが出るんですけど、爆弾が3個こう縦に連がってるんだよね。で1バウンド2バウンド3バウンドっていって、ランダムでどっかの方向にバウンドするんだよ。こんな規則性があるわけじゃなくて、こう行ってこう行ってこうみたいなこともあったりするし、まあ、ランダムにその3バウンドするボムが出てくるんですけど、1爆発につきヒットポイントこれ3000回復するんですよね。しかも AOE、 あの範囲回復ですね。 AOE ちょっと言い方悪いですけど、範囲回復なんで、ここにポーン落ちて3体この爆風に含まれたら、3×3 で9000回復、はい、でそれが同じところにボンボンなんてなったら9000なんてこともあるわけですよね。これ1体分の優勝です。これが政宗群れて3体4体とか2体3体とかね、もうこの友情が発動して1個爆発3000の回復が、そりゃあね散らばりまくったらとんでもない回復量になるわけだ、うん、でしかも地雷受ける地雷受けるの間に大体1バウンドぐらいなんですよ。遅いんですよ演出が。ボンボンボンぐらいなんで、この最後の爆発ボンボンボンのこの最後の爆発のボンまでに地雷全部回収して、最終的にそのボンの爆発をみんなでいっぱい受けようってなれれば、地雷踏んでも死なないみたいな状況も結構作り出せるんですよね。しかもこれが狙ってやれるってのが大きい、うん、これはね結構強いなって、いろんなクエストで使ってて思った。うん、ただやっぱ地貧にはなってしまいますね。マックスやっぱ回復者としても1万2000とかの回復だったりすることが多いので、次の敵の攻撃でやられちゃったりとか、そういうのも十分あったので、使い方は難しいと思うんですけど、まあ、群れて使えば使うほどバウンドヒールは本当に強いなっていう風に思いましたね。うん、だから運営さんも相当使ってるんでしょうね。その地雷クエストで使えた時にやっぱちょっと事故っちゃうなみたいな、バウンドヒールで事故率減らしとくかみたいな狙いがあるとは思いますね。これはすごい面白かったね。最初はね、もう天馬さんのためだけにつけたのかなと思ったんだけど、狙いとしてはそっち側にあったと思いますね。うん、これはやばい。で、今言ってるの一番やばいとこまだ触れてませんからね。今の時点でも結構やばいと思ってるんですけど、今まだ触れてなくて、いや他にもやばい点いっぱいあります。一つ目、SS。おかしい。はい。大号令&大号令ですね。はい、これも仕様がすごい重要なんですけれども、まず倍率から言いますと、自分が1段階目、あ、違う、2段階目で打った時に1回目の大号令と再度走り出す大号令なんですよね。でさあ2回目の大号令ってところで、倍率が、変わります。で俺これね、味方を動かすだったから2回目の大号令の方は自分は動かないのかなと思ったんですけど、自分も動きましたね。はい、だから4人バー動いて止まる、その後再度走り出すで4人またバー動くみたいな感じですね。で2段階目だと1回目が自分の倍率が2倍で動く味方が 1.5 倍です。で止まる、再度走り出す、ここ自分の倍率3倍で味方の倍率が2倍、跳ね上がり方よ3倍って、
うん、いやこれね、動く味方が2倍ってのも相当大きいと思いますね。相当強い。でこの再度走り出すの部分に倍率がかなり重きを置かれている友情 SS なので、再度走り出すの使用を知っとかなきゃいけないんですよね。でこの再度走り出すは結構癖強くて、政宗の止まり位置っていうのに依存します。これすごい大事。まず大号令って例えば左下に打ったら、その味方も全員こう左下に行くっていう動きをするんですよね。はい。で真横貫っていう大号令の打ち方をしたら、その従った味方もずっとこう真横貫をするっていう動き方になるんですよね。はい。これが大号令のポイントなんですけれども、でさ今回の場合はそっから止まった時の大号令、再度走り出すの部分ってどう動き出すのってなるんですよ。で今までの再度走り出す系の単品 SS って一番近い敵に行くっていうイメージがみんなあると思うんだよね。だから、まあ、政宗はここから一番近い敵行って、でそれぞれの味方も自分の一番近い敵にこう行くっていうイメージが俺最初あったんですよね、うん、なんでぐちゃぐちゃになるから適当でいいかなと思ってたんだけど、違う、これ結構大事ですね。あの政宗依存、政宗基準です。ここに敵がいる、政宗ここ止まる、政宗が一番近い敵こいつだよね。なんで政宗がこう動きます、この角度になります、動く味方も。だから敵いる政宗がここ止まる、味方味方味方って止まったとするでしょ。で政宗がここ止まって一番近い敵ここだからってこう横貫になったとするじゃん。ってなると味方もよくわかんないところでこう横貫を始めます。はい。なので政宗が止まった位置から近い敵っていうのを結んだ角度が味方の動く角度になるんですよね。はい。だから政宗が横貫とか股手貫とかになっちゃう位置に止まっちゃうと、味方もよくわかんない位置で真横貫股手貫みたいな動きになっちゃうんで、この政宗の止まる位置っていうのは多少意識しながらやってあげないとちょっと、火力が出せなかったりするシーンが出てくるかなっていうのは思いましたね、うん、だから今までの大号令系のやつと違って割と適当に打てばいいってわけじゃないシーンはあると思う、うん、これ気をつけた方がいいかもしれないね。せっかく倍率が高いから理想で使いたいですしね。結構あったんですよね。俺仕様をそのまま理解しようとしないで適当に大号令打ってみたいな時に、あれなんか変な動き方すんなみたいな見方がね、うん、で、それで火力があんま出ないなったっていう人はその理由を、しっかり明確にした方がいいですね。で今言ったヤバそうな SS っていうのが超短縮あって SS ターン短縮、まあ、超 SS ターン短縮あって12プラス12で打てますと。バケモンですよね普通にね。これ速殺あったら普通に2周目で打てますからね。うん、いやーこれは恐ろしいよね。やっぱりさすがに強いっすよね、うん、はい。では今やばいこと言ったんですけど、一番やばい点いきましょうか。はい。友情コンボです、うん、さっきねバウンドヒールの部分も言ったんですけれども、バウンドヒールじゃない方、スピニングブレードです。おかしい、これはおかしいよ。あ、うん、仕様としては、まあ、まずスピニングブレードを持ってる村政がいます。あ、村政じゃない、政宗がいます、触れます。触れた味方にくっつきます。スピニングブレードがこうやってでくっついて、でこいつがこう動いてる間、一番近い敵に向かってシャッ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 ってスピニングブレードを投げていく感じですね。だから仕様としてはオードジャベリンと一緒。オードジャベリンも拾ったやつの周りにこうさくるくるってなって、そのもらったオードジャベリンをいっぱいいろんな近くの敵に飛ばすじゃないですか。あれと一緒、うん、あれと全く一緒ですね仕様は。でそのオードジャベリンと違うのは、それが壁すり抜けます。はい。スピニングブレードもらった、スピニングブレード投げたってなったら、当たった、壁すり抜けたみたいな感じで壁をすり抜けます。ひたすらに、ただひたすらにすり抜ける。ですり抜ける回数が1つにつき4回まで。これがやばい、すり抜けすぎ、うん、だからね結構残るんですよねステージ上に。だからすり抜ける残る、すり抜ける残るっていうのでいっぱいいっぱい次のが出てきて、とんでもない画面になりますよね。でめちゃくちゃ強いのが、最低保証として絶対に9発出ます。9発もらえる。でマックス13個もらえるみたいですね、うん、このねマックス13個までのどれぐらいの差なのかはちょっとね視認できなくて分かんなかった。手前でやってきたんですけど、一応ウィズ見る感じ13個までもらえるって言い方してたんですけど、これどう調べたんやろね、これちょっと分かんなかったですね、うん、13個もらえるらしいですね。はい。でこれの強いところがこの最低保証の部分、これが偉いっすね本当に。ネオとかの時にちょっとストレスに感じたのみんな覚えてると思うんですけど、ネオを拾うすぐ止まっちゃうって時にリフレクションリングがこうね行く前バーってなる前にすぐ止まっちゃうみたいなこと結構あったと思うんですよ、うん、それがないんですよね。でこれ最低保証9発っていうのがあるおかげで、例えば
政宗に触れた。で、本来だったら政宗ひろふあの触れてこういっぱい引っ張っていろんなとこにウェーってやりたいだけど、減速壁とかあるとさピタッと止まっちゃうじゃん。ってなるとせっかくの強い友情っていうのも出なくなっちゃって止まって、もう発数が稼げないからダメージを稼げないで終わっちゃったりすることが多いんだけど、減速止まっても最低9発出るからだいたい全画面バーってなるんですよね。これが強いね。この最低保証分がむちゃくちゃ熱い、うん、9発っていう、これはむっちゃ強いと思う。で、威力の話に入るとネオ同様ですね。ネオと同じく元威力がめちゃくちゃ高い友情コンボになるんですよね。キラーが乗ってやっと強いって言われるルミナスレイとか、あとダブルエナジーサークルとか、あ、違う、ハイエナジーサークルかとか、あれはもう正直あの友情たちが強いんじゃなくて、そいつらを持つキャラが強いんですよ。そのキャラが持ってるキラーが強いから、そのキラーのおかげでめっちゃ強いねってなってるんですけど、こいつはキラーがなくても超強いねってなってるネオと同じタイプの友情コンボになりますんで、コピーした時にとんでもない威力を発揮するんですよね。だって今の段階の政宗で最強クラスの友情って言われてるじゃないですか。ネオの時もそうだったよね。それがコピーしてそれに属性キラー乗っけてとかやれるやつがいるんよ。超バラ乗っけてとか、属性キラー乗っけてとか、メモリーとかね、うん、そういうのが出てきるわけなんで、あんなんしちゃったらもうとんでもないことになりますね。マジで。だからネオが当時大コピー時代を作り出したのもそれが理由なんですけど、また大コピー時代帰ってくる可能性がありますね。これはすごいよ。爆発時代が終わるんじゃなくて、大爆発時代でもあり大コピー時代でもあるっていう2つがこう進んでいく時代になりそうですね。少なくとも大爆発時代であるヤクモルシーが今の段階で死ぬかって言われたら絶対に死なないんで、あの強キャラたちは、うん、なのであいつらにはあいつらなりのねやれることがあるじゃん。ワンパンっていうね、こいつはワンパンはできないんで、けど総威力がやばいよってタイプの友情なんで、うん、なんで、まあ、このコピー時代ってのもまたちょっと一個始まるかなってのは思いますね。まあネオみたいな感じですね。うん、ただね、これネオと被るんですよ。これね、俺ねデメリットの一つだと思ってて、やっぱねいっぱい使ってると体感がネオと一緒って言えばいいのかな。強さは違うよ、うん、ネオの方が強いってシーンもあるし、あのこっちのねスピニングブレードの方が強いっていうシーンも当然あるんだよ。やっぱ使ってるとそう思うことある。あ、ここはリフレクションリングの方がいいなみたいな思うこともあるし、あ、ここはさすがにスピニングブレードの方が絶対強いわみたいなクエストいっぱいあるんだけど、どちらもね体感が一緒なんですよ。なんかね、使ってる感が一緒って言えばいいかな。うん、あのさ、ハイエナジーサークルが強いっていうかさ、あのすごい疲れてる理由って今までにない仕様だったからとかあるじゃん。あとオートジャベリンバーストとか、あの辺ってさ、他の友情であのさ再現ができないじゃないですか。あのできないことがあるじゃん。でもこのなんかスピニングブレイドってもうほとんどネオと一緒なんですよね、体感が、うん、拾って、まあ、動いてバーッと全体的にこうやってくれるみたいな。だからより比較されちゃう対象にされることもあるし、なんかその強い弱いっていうのを明確に比べたがる人が多いのかなっていうのは思った。でもこれは弱点だと思う、うん、飽きやすいと思う。今までやったことのあることをもう一回やってるだけだから、うん、なのでそこはちょっと弱点かなとは思うんだけど、でもそれを加味してもすごい強いと思いましたけどね。うん、ただね、ネオと同じ言ってますが、これね、アビリティが真逆なんですよね。ネオが原則魔法陣に対して、政宗に関してはそれ以外なんですよ。うん、これはすごい考えられてるなと思いましたけどね。真逆になってるおかげで、やっぱりそのね、道中の対応とかもあったりしますし、まあ、ネオオールランチありますけど、転送には対応できないから、まあ、そういう面ではやっぱこの後の時代を築いていくのは、このスピニングブレイドの方なのかなっていうふうには思います。うん。あとね、まあいろんなクズを使ってて一番大きいなと思ったのは、あのバリア。バリアがないのはでかい。うん。これはね、ない方がいいです。これはね、ない方がいい。あの、やっぱバフ系がもらえなくて、せっかくの共有者が使えないって結構あるんよね。エクス、ルシ、ネオ。うん。いろいろあった、今までに。うん。やっぱね、バリアはない方がいいね。共有者キャラは。うん。あの、バフがもらえないは結構事件だし。うん、で、あのバリアが担ってくれていたのってその友情ロックなんだよね。友情コンボロック来てせっかくの強友情が封印されちゃうみたいなことを、があるから、そのバリアってのを防ぐってのは今までは偉かったんだけど、今状態異常レジストがあるじゃん。でこいつも持ってるじゃん。結局こいつが防ぎたい状態異常って混乱とか友情が使えなくなるギミックか、あとは友情ロックで友情コンボがロックされちゃう友情だ、あの状態異常とか、ああいうのさえ防げればいいんで、もうバリアじゃなくて状態上レジストでいいんですよね。うん。なんでそこの差は大きいなって思った。うん。だから今までの共有上キャラで、バリアのせいでバフがもらえないってクエストもこいつならいけるみたいな。うん。そこが大きいなと思いましたね。はい。ってな感じかな。まあ触れたところ、まあ考察っていうか、まあ俺が今回結構使ってきまして、この三が日で。
思った強い点っていうのは、こんな感じになります。はい、なので、強いか弱いかっていうのは結構ツイッターで論争が繰り広げられていたと思うんですけど、いや俺は文句なく年始キャラのスペックだと思いますね。圧倒的に強いと思います。どっちもめちゃくちゃ強いでね、使えば使うほどあやばいなって思う。うん、俺もねカタログとか最初ちょろっと使った時はうんなってなってたんですけど、俺は相当強いと思いますね。相当強いと思います。ただ体感が過去の体感に似てるんでちょっとなって思うシーンはあったんですけど、俺はやっぱ強いと思いますね。めちゃくちゃ強いと思いますね。で何が強いかってところをここからお話ししていきます。まず身からいきましょうか。まず指名政宗反射の方ですね。まあ一択過激、過激だと思います。うん、長所が過激ですし、うん、今後使う理由っていうのもその過激が理由になってくることがすごい多いと思うんですよね。でロバーのことも考えなくていいんで、あそこ封印されちゃうんでね、うん、って考えるとまあ過激が強いんじゃないかなと思いますね。一択だちょっと言い過ぎ、うん、択は3択ある、ごめん、1位、まあ1位って感じの言い方しましょうか。はい、2位速殺。はい、速必殺強いね今回ね。うん、そのやっぱ大号令とかね、あの割合だったりとかそういうのに速必殺がおすすめされることは多いんですけど、この政宗の長所である過激ってところを生かすにはですね、やっぱスピードも結構欲しいんですよね。でこういうキャラって何かしら一つ、例えば超スピード型だったりとか、あとは減速に触れたらの超減速だったりとか、そのスピードを上げる要素っていうのがね、なかったとしてもダッシュがもらえたりすることが多かったりするんですよ。それこそ今で言うとスピードモードとかもらえてもおかしくなかったと思うんですけど、そういうのがなくて、そういうのがないおかげで火力をガン盛りしてくれてるんですよね。なのでそのスピードを上げる要素っていうのがすごい欲しいから、このバブリー状態に入れてあげるっていうのはすごい重要なんですよ。うん、なので、まあ、ボス戦1からはもうバブリー状態で戦っていく、もしくはもう道中から中ボスの時点からバブリー状態で戦っていきたいみたいなことをしたい場合はですね、速殺、採用ありだと思いますね。うん、この高火力っていうのをさらにバブリー状態で早く展開したいっていうのが狙いです。はい、3位友情、遊撃。はい、遊撃ですね。これに関しては俺はスライドする人用のために上げているって感じですね。俺とかさ、その他の実況さんとかさ、あのがっつり課金してる人はさ、この政宗の反射の方と貫通の方っていうので、分けて使えたりすると思うんですよね。反射の方はこれにしようかなとか、貫通の方はこれにしようかなってなるんだけど、まあ、普通1対2対、うん、まあ、0、1、2体持ちが一番多いと思ってて、やっぱ指名政宗と、約束政宗をスライドしながらやっていくって人が多いと思うんですよね。ってなった場合は俺遊撃の採用がありかなと思ってますね。うん、やっぱりその約束政宗、貫通の方の、政宗の方でも友情っていうのはやっぱ必須極みになってきますし、反射の方も友情コンボ結構強いので、うん、遊撃っていうのを1本つけとくとスライドしてどっちに行った時としても、メリットを感じることが多いと思いますね。ただ1個気をつけてほしいのが、この反射の政宗に、遊撃をつけてしまった場合はですね、防御ダウン弾の威力が上がるっていうのはこれデメリットにつながることの方が多いです。基本的に友情が強くて悪いってことはないんですけど、あの防御ダウン弾の使い方っていうのは火力を出そうではなくて敵の防御力を下げようっていう友情コンボになるので、例えば、まあ、だからルシファーとかで言うと分かりやすいよね。エナジーサークルでワンパンしようって思ったのにサムの防御ダウンブラストのところで敵を倒しちゃったせいでエナサーが当たんなくてワンパンできなかった。これは多分モンスやったら誰しもが経験してると思うんですけど、それが防御ダウン弾でも同じことが起きちゃうってことですね。防御ダウン弾、遊撃がついてなかったら倒さないで防御ダウンするだけっていう仕事ができたのに対して、遊撃がついてるせいで威力が上がっちゃって防御ダウン弾でそもそも敵を倒しちゃう、これが増えちゃったりする可能性があるんで、遊撃は俺あんまおすすめはしないんですけど、スライドする場合は言っていいと思いますね。うん、ここを考えないで、ちなみに指名政宗は俺何やどういう風な身の厳選の仕方をしてるかっていうと、線形三種、激手三種、はい、この2つを作る予定です。線形三種の方は出来上がって、激手三種の方は4体目引いたんですよ俺政宗の動画内で。で引いたばっかなんでまだつけてないって感じですね。引いたばっかではないけど他の身がついてます。はい、で次約束政宗、はい、貫通の方ですね。はい、まあ遊撃です、間違いないですね。遊撃をつけてあげましょう。何よりの優先事項だと思います。で時点、照明平明速必殺、まあ同じくらいかな、ティアで言うとね。はい、まあ友情コンボが、理由で採用されるクエストは基本的に平章をつけてあげるっていうのが多いと思うんで、まあ俺は平明照明遊撃が、熱いのかなっていうふうに思ってますね。はい、で速必殺に関しては、まあ、さっき言った通り今まで過去の超究極とか難しいクエストっていうのを SS だけでぶち壊してきたキャラっていっぱいいるじゃん。ヤクモとかさ、
ルシファー、エクスカリバー、直近で言うとその辺だよね。その辺がまあぶち壊してきたと思うんですよね。でそれと似たようなことをするのが、この第5レース、再装 SS になると思うんで、まあそういう感じで使いたいんであれば、即殺がないとボス戦までに間に合わないってことがあったりするんだよ。なんで、まあ、即殺 L 以上っていうのをつけてあげるっていうのはいいと思いますね。で俺が今やってるのがですね、遊撃平明照明の方と遊撃即殺動撃の2種類の約束正宗を作っております。はい、なんで、まあ、この辺をつけてあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、では今まで今正宗の強いところ、ワクワクの実のおすすめっていうのをお話ししてまいりましたが、漢字のところに入りましょう。引くべきかどうかって話ですね。はい、これすごいいろんな意見がね、ツイッターとかコメントとかでもね繰り広げられていたんですけれども、どれだけオーブをぶっこえばいいかっていうと、俺は全て言っていいと思います。はい、それぐらい強いと俺は思っておりますね。まず考え方をどういう風に考えるかっていうと、まあ一番懸念しなきゃいけないのって1月のコラボでございますと。で今年から俺一個考え方を変えようと思っているところがありまして、この後何々が来るからちょっと警戒したいよね。これね、2023年ガチャ考察とか予想動画とかで一番言ったフレーズなんじゃないかなと。流行語大賞を取れちゃうんじゃないかなってぐらい界隈でも聞いた言葉ですよね。この後コラボ来るかもしれないよ、いつ引くんじゃんってなんない。いや俺冷静に考えたんですよね。2023年結局全部コラボ来たじゃないですか。全部の月、毎月コラボ来たら、来月コラボあるかも、来月コラボあるかもっつって、いつ引くんってなんない。いやこれ本当そうなんだよね。だから気にしてたら負け。だから今回はそのコラボの中でも強いスペックをもらえるタイミングのコラボと、そんなかなってタイミングのコラボっていうのがはっきりシーズンによって分かれてるかなと俺思ってるんですよ。で今年始のキャラで正宗にぶっぱしたから、1月の後半コラボやってもあんまりガチャを回してくれる人多くないかな。じゃあ回してもらうにはどうしよう、めちゃめちゃ強くしちゃおう、この考え方。なので今で言うと1月のコラボは怖い方のコラボになると思います。なので正宗に全部使うっていうのはかなりリスクが高いと思うんですけど、考えてみてほしい。まず正宗を引かなくていい理由を一つ挙げておくと、コラボと比べてよ、コラボは期間限定なのに対して、正宗は超重心祭のキャラなんで、今引かなくても俺は全然、いつでも引けるからいいと思うっていう言い方ができるよね。これ合ってると思う。でもう一個正宗下げを言うと、正宗正直今引いてもロバー以外では緊急性がそんなに高くないかなっていうところなんですよね。で今後も超究極とかをあの友情だったり、あの反射の方の火力とかで壊していくってことはあると思うんだけど、今の段階でそれがあるのはやっぱロバーだけだから、別にそんな複数体狙いに行ったりとか無理やり今のタイミングで引くっていうのはしなくてもいいんじゃないか。俺これも合ってると思う、意見として合ってると思うんだけど、俺が一個もうちょっとちゃんと考えた方がいいと思ってるのは、こいつ一体で使命と約束のどっちもいけるってのがやばいと思ってるんですよ。だからロバーの適性である殴り最強の使命正宗、それをスライドするだけで友情最強格の約束正宗になるんですよ。いやコラボとは話が違いますよ。コラボは1キャラ引いたら1スライドってそいつしか使えないんだけど、こいつは最強キャラを2種類使えるっていう考え方をすればいいんですよ。いやもうレベル違いますよ本当に。だからそれは新春だよね。マジ強い両方、めちゃくちゃ強い。普段の超重のキャラとかあったらどっちかはまあいらないかなみたいになってて、どっちかが最強みたいになってる形のことが多いんだけど、これは最強と最強のスライドなんで、ネオンの時とかとも違う。ヤクモの時に似てるね。ヤクモも両方最強だったじゃないですか。だから評価されたんだよね。それと同じ流れはできてると思うんで、まあ、サムネ俺言っていいと思うけどな。ロバーってクエストも今後適正っていうのに、ある程度苦しまないで戦えることができますし、この両スライドっていうのを駆使していけば、大体どっちかが常にハマってるって状況が今後多分展開されていくと思うんで、俺はここでぶっぱしてもいいんじゃないかなと思ってますね。だからガンダム警戒だったり、そうガンダムクラスのコラボ警戒って人はある程度残した方がいいと思うけど、俺はここで一旦全ぶっぱしてもいいんじゃないかなってぐらいのスペックを持ってると思います。だ結論強いと思います。ちゃんと年始してると俺は思いました。はい、あそれがあとはこれからどうなるかってことですね。はい、でも最後に1個だけ絶対に頭から外しちゃいけない要素、言っておきます。あのね、年始キャラは絶対に信じていいキャラじゃないです。今のところネオヤクモとかすごい強いキャラがここ数年来てて、ずーっと強いよね。
ネオに関しては今年も強いと思いますから、転送のおかげで、うん、でヤクモに関しては止まんない、止まるわけがない、あれ止まったらモンスト終わります。はい、なので止まんないと思うんだけど、まあ、それゆえにってのもあるんだけど、過去にエクスカリバーってキャラがいてな、うん、年始キャラなのに結構早い段階であれってなったキャラがいるんですよ、うん、なんでまあそうならないとも言い切れないんですよね。だから年始キャラをこの1年間ずっと接待し続けてくれるかっていうのは結局やっぱ運営さんのね、さじ加減になってしまいますので、まだそこをどう信じるかだと思うんだよね。だからね、不安になる気持ちもわかる、下げたくなる気持ちもわかる、この政宗を、うん、なんでかって今までのネオヤクモに比べて現状で壊してるクエストが少ないから、今引いた時の恩恵っていうのがそこまで大きくないんですよね。年始にしてはだよ、年始にしては普通のキャラベと比べたらもう圧倒的に多いですからね、うん、とんでもない数いけますからね、うん、だからそこでちょっと不安を覚える人はいると思うんだけど、まあ俺の結論は引きです、うん、相当強いと思いますんで、引きだと思います、引きだと思うけど、まあ今言った俺のデメリットの部分もちゃんと考えてあげてねっていうところですね。だから何も考えずにそれだけ信じて引くってのはちょっと良くないかなというところですね。はい、ってな感じですね。皆さんもね、ぜひいっぱい考えて、年末年始政宗引くかどうしようかって考えながら引いてると思うんだけど、まあおまけもあったりするからね、うん、ここで引くのがいいなと思ってる人が多いと思うんですけれども、うん、だってさ、この年始のキャラのために向けて貯めてきたオーブをさ、ここでケチったらいつ使うのって話になっちゃうんでね、うん、ここはぶっ破してもいいと思うんだけど、まあいろんな意見があると思いますんでね、ぜひコメント欄で、教えていただければなと思います。まあ結構オーブの使い方で人にもよりますし、やっぱ俺の感覚ってね、課金者側の感覚になってしまいますんで、まあ無課金でね、自分のペースでやってるよって方だったり、微課金で楽しんでますよっていう人の意見、すごい重要な意見になってくると思いますんで、ぜひコメント欄でよろしくお願いいたします。よかったら最後にね、チャンネル登録高評価もしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは長い動画になってましたが、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。